ジガバチウは、乱獲も切り層族の地性、または着生の多人層。ニセ休憩は、球形で緑色、枯れた臨幣に包まれ、ほとんどが地上部に出る。葉は、前年のニセ休憩の側方から2個が向かい合って出る。葉は甲乱形で、先端は、やや鋭頭になり、長さ3から8センチメートル、幅2から4センチメートル、基部は狭くなり、傭兵となる。 葉の縁は縮れ、葉脈は横に走る二字脈が目立つので網目模様がはっきりする。花期は5から7月。花形は直立し、高さ8から20センチメートルになり、10から20個の花をつける。花は単緑色から黒褐色まで連続的な変異があり、単緑色のものを品種として区別する場合がある。花の基部に、 長さ1から1.5ミ、mm、リメートルの微小な三角形のストがある。背角辺及び側角辺は線形で先端は絵頭長さ10から12ミリメートルになる。側辺は糸状で半極し、先端は絵頭長さ8から10ミリメートルになる。角辺と側辺は緑色に紫褐色を帯びる。新弁は 長さ6から8ミリメートルになり、黄緑色で紫褐色の筋があり、先端は急に曲がって下水して尖り、玄武は京都長大円型になり、円はわずかに半極する。随中は単緑色で長さ約2ミリメートルになり、薬棒は黄色になる。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、赤ん帯から、 乱温帯の産地の林家に生育し、稀に旧牧場や頑丈の苔に着生する。国外では朝鮮半島に分布する。ジガバチ草は、ジガバチ草のいで、花の姿を蜂のジガバチに見立てたもの。種味名クレーマライは、ベルギーの園芸家で日本植物を採集したクラメルへの懸命。ありがとうございます。